映画、ゴジラで平田が演じた、芹沢博士、平田昭彦は、日本の俳優、本名、小野田昭彦。日本統治時代の朝鮮の形状を生まれ、東京都中野区出身。東京陸軍幼年学校、陸軍主管学校、旧西第一高等学校を経て、東京大学法学部政治学科卒、吉江企画に所属していた、主に東方映画、 テレビドラマで活躍。特撮分野の名優としても知られる。陸士での同期には、中条隆則がいた。また、東大での親しい同期には、小島城、松下康夫らがいた。東大では、演劇部に所属。母親が、世田谷で映画関係者のよく利用する旅館を営み、兄の小野田義樹が映画界に就職したこともあり、映画界への興味を抱き、 大学在学中は新東宝で助監督のアルバイトをやっていた。1950年に大学を卒業すると、東京貿易に入社。しかし、映画界への興味は捨てきれず、山口敏子の勧めもあって、俳優への転身を決意。1953年、第五期東宝ニューフェイスとして東宝に入社し、同年、牧野正宏監督、法要でデビューする。 端正なマスクと知的で気品のある雰囲気で、東方の若手スターの一人となり、文芸作品から、アクション、時代劇、戦争映画、コメディまで数多くの映画に出演した。岡本喜八、福田淳、本大志郎、稲垣広志らの監督作品の常連である。戦争映画における、士官役や、アクション映画の殺し屋や、インテリヤクザ役などで、銅に入ったダンディブリを発揮した。 特に1959年正月映画、暗黒外の顔役で、鶴田浩二の頼れる兄貴分、翌年正月、暗黒外の対決では一転して鶴田と、三船と四郎を苦しめる悪徳弁護士は、見事なキャラクター扱い分けで、殺し屋役では、岡本脚本、福田監督の百発百中で、純白のスーツに身を固めた、竜三馬など、自分の体にこぼして、 最後を遂げる間抜けさも含め、平田ダンディズムの代表的演技となっている。さらにクレイジーキャッツ主演、無責任優教伝では、中国の商人、谷家をいじめるギャンブルの名人でもある暗黒街の顔役で登場、犬塚博士に、第二次世界大戦で敵前逃亡した、元日本兵という正体を見破られた、際のオタオタ演技。 イメージとは大きく異なる役にチャレンジする意欲を見せ、無責任清水港、殴り込み清水港では一転四次郎長一家切手の、頼りになる兄気分体制を演じる変幻自在ぶりを発揮。1954年、東宝の特撮怪獣映画の第一作、ゴジラに、芹沢博士役で出演、以降東宝、つぶらやプロ系特撮作品の常連となる。 セリザワ博士は苦悩する科学者だったが、以後は主にクールで知的な博士、科学者役を得意として、作品を引き締め、品格を与えた。テレビでも、ウルトラマンの岩本博士、悪役としては、レインボーマンのミスター・ケイなどを演じている。1970年代以降はテレビを活動の中心とし、ドラマだけでなく、バラエティ番組にも出演した。人気クイズ番組、 ぴったしカンカンのぴったしチームレギュラー回答者としても活躍。この番組では司会の久米宏ロが休暇中に司会を代行する萩本金一に代わってカンカンチームキャプテンを務めたりゲストとしても出演したことがある。東方系を中心に舞台にも数多く出演し芸術座の人間の条件では主演帝国劇場では山田鈴演じる聖午前の相手役として 一ヶ月間にわたり源義経を務めた。1975年に放送された、鬼平犯課長のテレビドラマ第3シリーズで、主人公、長谷川平蔵の理解者である若年寄、京極備前守隆久を演じ、以後、1980年から放送された第4シリーズにおいても同じく、京極備前神を演じた。1984年に、平田が亡くなった後、 鬼兵の原作者、池波翔太郎は、自身のエッセイ、池波翔太郎の銀座日記において、次のように執筆している。主役の兵像が変わっても、この人の備前神は、私が変えさせなかった。それというのも、この人の身についた気品が、いかに当時の大名にふさわしかったからだ。この次の鬼兵は、誰がやるか未定だが、平田さんの強国備前神は動かぬはずだったのである。 夫人は女優の小賀野し子。1960年に時代劇大作大阪城物語で共演したのが縁で交際が始まった。撮影中は毎朝ロケ地の宿泊先前の喫茶店でデートを重ねたが、スタッフや共演者たちは誰も冷やかさず、週刊誌などにもゴシップとして漏らさなかったのは平田の日頃からの人柄の良さゆえのことであった。 本作が1961年の正月映画として公開された秋に帝国ホテルで結婚式、おしどり夫婦として知られた。実景に映画監督の小野田良樹、義子に女優の三谷歌子、実前に女優の音羽良子がいる。ゴジラ復活に向けてのキャンペーンにも芹沢博士の紛争で参加していたが、1983年9月頃、十二市長海洋を患い手術。 回復後は、テレビ出演も続け、1984年12月公開のゴジラでは、当初、林田真を演じる予定だったが、同年7月15日に呼吸不全となり、駿河台日大病院に入院。その結果、林田役は、夏木陽介に譲り、8月の収録で、当都日報編集長役で出演する意欲を示していたが、 1984年7月25日午前11時15分、男性、リンパ干渉で死去、56歳没、レギュラー、準レギュラー出演ゲスト、単発出演、ありがとうございます。